おはようございます。1月5日土曜日の朝でございます。では今回は数学を3問やっていきますので、まずねここで動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。ではね早速自分の方は解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行きましょう。で今回は空間図形ですね。三角錐、円錐があります。で円錐の母線の長さ OA が10ですね。母線なんでこの斜めのところ、ここが10だと。で底面の直径ね、直径 AB が6なんで、全体ここが6、つまり半径は3ですね。でまずは体積からです。体積、表面積といきましょう。で体積に関しては、ほにゃらら錐、丸々錐ですね。円錐だろうが三角錐だろうが四角錐だろうが、円錐の体積っていうのは底面積かける高さかける3分の1です。底面積かける高さかける3分の1。ちなみにほにゃらら柱、円柱とか三角柱とかでなったら、この3分の1が抜けるだけです。底面積かける高さね。ってことは、底面積なんで下の円を、面積を出したいと。で、円の面積は半径かける半径かける π なので、半径3ですよね。3かける3かける π だから、今 9π となります。で、かける問題が高さなんです。高さ。で、今高さっていうのはこの部分です。ここ。ここですね。で、今分かってないので、これは何使うかっていうと、三平方の定理を使っていきます。で、もし見てる方で三平方まだ習ってない方がいらっしゃったら、下の概要欄に授業動画貼ってありますので、そちらでチェックしてみてください。で、ちっちゃくて申し訳ないんですが、ここが10ですね。で、求めたいんで X にしておきます。で、下は3ですね。ここの直角三角形を使っていきます。で、斜辺の2乗なんで、10の2乗で100イコール X2 乗プラスサザンが9。まとめると X2 乗イコール91です。で、2乗を取る代わりにプラスマイナスルートがつくと。で、ルート91。本当はプラスマイナスルート91なんですが、長さにマイナスはありえないのが先に分かっているので、マイナスは除きます。答えとして使えないんでね。で、ルート91は直せません。だから今回はこのままで OK です。高さルート91。すごい数字だけどね。かける3分の1です。これで OK。で、3と9、約分するので、3ルート 91π と、立方センチメートルか。これで終了となります。いいかな？これで OK。では次行きましょう。円錐の表面積を求めよ。なので、表面積です。で、これは、まず、ズルしない方で行くか。ズルの方で行こうか。ズルって言ったらあれなんだけど、技を使います。これ、ちゃんとした解き方だと少し時間かかるんですけど、技を使うと速攻解ける。で、どう解くかっていうと、まず、円錐を、展開図をするとね、展開図は、扇形に、下に円がくっついてる、こんな感じになります。これが円錐の扇形。これ必ず覚えましょう。円錐の扇形はこういう形になる。で、今、表面積っていうのは見えてるところ全部なので、この扇形、上のここの部分の面積と下の円の面積を足せばいいです。で、円の面積はさっきやったように、ここは 9π とすぐわかります。で、問題は扇形の面積を出せれば、そのね、すぐ出すことが足して、答えに導くことができるんですけど、実はこれ一発でこんなことしなくても解けると。そういう技があって、解き方がね、母線の長さが分かってて、しかもここのね、ほんと半径しか使わないんですけど、半径の長さが分かってれば、母線かける下の円の半径かける π、これが扇形の面積になります。つまり側面積ですね。ここ側面積。側だけあるよね。側面積。で、出せる。で、それ、プラス、下の円の、あと、底面のね、面積が必要なので、底面積の 9π を足しましょうと。つまり、30足す9になるんで、39π、平方センチメートルと、これで終了となります。明らかに早いです。これの方が。で、これのいいところは、今表面積を出しましたけど、表面積だろうが、側面積を求めようという問題も出てきます。円錐のね。その時も一発で倒せるから。この公式。側面積は、母線かける下の半径かける π です。
これをぜひ使ってください。で、ちゃんとやるんだったら、さっきみたいにこの扇形面積が必要なんですよね。で、扇形を面積出すためには、ここの中心角 A が絶対に必要になります。必要になる。で、それを出しに行く。で、求め方としては、このね、円周です。下の円周、周ね。ってことは直径 ×π なんで、ここ 6π 円周は。この長さと、ここの長さって同じなんですよ。なぜかって、組み立てた時にぴったりくっつくのがそこだから。くるっと回すからね。それを使います。で、この上のこの部分っていうのは、扇形の弧なんですよ。弧。で、弧の公式っていうのは、直径かける π。で、今、直径はこいつの直径ね。今、この部分は10です。母線と同じだから。ってことは、直径は20になるので、直径かける π かける360分の中心角 A です。これが、この、面積、申し訳ない。この公式になります。直径かける π かける360分の A です。それが今、ここなので、こいつと 6π が一緒だから 6π イコールね。これだと解く。で、これは π 切りしちゃって π 切ります。で、まあ自分だったらここ約分しちゃって18分の A になる。で、両辺に18をかければいいから、A イコール6かける18、つまり108度。で、すぐわかる。108度ね。で、あとは、まあ、今は、弧を使って、ここの中心角が出しました。中心角分かったから、面積を出します。で、面積の公式は、半径、この10ね。半径かける、半径かける、π かける360分の今の中心角です。こうやって。で、あとこれを計算すると、10使って0切っちゃいますか。36分の108は、これ36で約分できるから、消えて消えて3だね。つまり 10×π×3 になったから、ちゃんと側面積 30π 出てきたでしょ。で、30π 分かりました。底面積 9π なので足した 39π で終了となります。っていうのが一応正式なルートです。まあ、他の解き方もあるんですけど、この中心角の出し方はね、比で解くのもあるんですが、ちょっと今回はこっちで解きました。比でも OK です。いいかな。でもこの技ね、ぜひ覚えておきましょう。便利です。では、3番です。まあ、これもよくね、転がす問題出てきます。円錐があって、で、この何してるかっていうと、円錐置くじゃないですか。で、O を、まあ、固定した状態で、くるくるくるって回していくんですよ。コロ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 って。そうすると、まあ、円錐回したことある方なかなかいないかもしれないんですが、回すとね、綺麗な円に回るんです。ここの、周りの部分が外、こうやって。で、そのね、滑らないように転がした時に、円錐が元の位置に戻るには、こいつが円錐が何回転した時かを求めなさいっていう問題。で、これはね、結局大事なのは何かっていうと、今転がっていくのは、まあ、この A を固定すると、この部分、つまりこの底面ね、円があるじゃないですか。その円周と実際に通ってる道は、こう円なんですよ、ここも。くるくるくるって回すと。この二つの長ささえ分かれば十分なわけです。なぜかっていうと、後で π が出てくるんでちょっとめんどくさくはなるんですが、もしね、この外に通ってる道が、じゃあどうしようかな。30度としましょう。長さが30ね。ほんとこんな綺麗な数字なんないけど、30ね。で、この円周、このくる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 回してる円周が5って分かってたら、5長さがね、5って分かってたら、それを6回回せば5が1周で5なんでしょ ?2 周で10、3周15、20、25、30なわけだから、6回転ってすぐ分かるわけですよ。それぞれの長ささえ分かってしまえば、こうやって。だから結局、その青と赤の部分の長さが分かればいいんでしょっていうところに気づければ、そんなに難しくはないです、この問題は。知ってればね。で、出していこうと。じゃあまず青から行きましょうか、ここ。で、さっき言ったように、これの、まあ、軌跡って言うんだけど、通る道は円になります。綺麗な。で、円の、これ、ここ、O を固定してるんで、これが半径、つまり OA だから母線だよね。これを半径として考えられます。だから、青の部分っていうのは、まあ、なんか青で計算すればわかるか。円周を出したいので、直径かける π だから、青の部分は 20π なんです。長さとしては。つまりさっき30で計算しましたけど、ここは 20π なの。で、赤も、ただの円周だから、さっきまでずっと使ってるけどね。直径かける π だから、6π です。まあ、これ書き直します、こっちで。
あ、これ 6π なの。で、これでちょっと厄介なのは、片方 20π、外の道がね。で、こっちが 6π、何回転って言われた時に、綺麗に割り切れないから、うってなるんだよね。一瞬、なる子は。で、そこの対策としては、もう結論から書こうか。先に答え書いておくと、結局やる式は、20π 割る 6π、これで終了です。で、これ、ま、両方 π 切れるからなくなりますよね。20割る6、20割る6っていうのはこうです。分数にしたとき。こっちね。だから6分の20になるから、こう。つまり約分するから3分の10なので、これ答えだから3分の10回転。これで終了となります。でね、この問題だけじゃないんですけど、例えば割合の問題とかでも、その計算がね、何算使うんだろう、どうすればいいんだろう、最後、みたいな。で、つまずいた時っていうのは、違う数字で置き換えて考えます。これは今でも自分やる方法なんですけど、20π と 6π だとちょっとわからないと。じゃあ、少しわかりやすい数字に変えよう。さっきみたいな感じね。自分は、これやった時には、もう計算ミスしたくないんで、外の方が長いのはわかってるじゃないですか。青の方が長いから。だから青を100にして、赤のところを10とかで考えるんですよ。10とかで。で、こっちが10でしょって。じゃあこっち何回転する？ 100 割る10だよなって。わかるから、この綺麗な数字に考えれば。コストわかりやすいんで、この100と10だったら100割る10なんですよ。じゃあそのまんま100割る10なんだから20割る6、あ、まあ、20π 割る 6π の順番でやればいいよねって。まあ、確認作業として自分使ったんですが、そういう風にやると、まあ、簡単なね、数字に起こしてあげると何算かって結構気づけたりはするので、もしね、そういう計算の時に、あれ、この後どうするとか、割合、特にパーセントとかね、割合が出てきた時はそうなんですけど、まあ、ぜひぜひそんな感じでやってみてください。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。締めが違ったね。ごめん、今日も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。